はい、こんにちは、さゆりです。このポッドキャストでは日常のことを分かりやすい日本語でゆっくり話します。はい、今日シュークリームを食べました。シュークリームという単語を聞いてどんなものを想像しますか？靴のクリームだと思いましたか？実はスイーツなんです。英語だとクリームパフスです。日本でシュークリームは人気でどこでも買えます。例えば一番おいしいのはシュークリーム屋さんのシュークリームですが、ケーキ屋さん、パン屋さん、スーパー、コンビニにも売っています。私たち日本人にとってとても身近な食べ物です。値段は100円から300円ぐらいです。外の生地はクッキーだったりパイだったりします。中のクリームはカスタードクリームが定番です。定番っていうのは、一番人気がある、みんなそれを買うっていう感じですかね。ですが、生クリームや、抹茶クリームなどいろいろな味があります。私はクッキー生地の、カスタードシュークリームが好きです。私がカナダに住んでいた時にビアードパパ、日本語だとヒゲお父さんっていう名前の日本のシュークリームチェーン店がありました。日本人じゃない友達とそこに行こうとして、あ、シュークリーム買いに行こうって言ったらすごく変な顔をされたのを覚えています。友達は靴のクリームを買いに行くのかと思ったそうです。はい、シュークリームは英語でクリームパフですね。はい靴のクリームじゃなくてスイーツ、甘いお菓子のことです。皆さんは甘いものが好きですか？日本に来たらぜひコンビニやスーパーでも見つかると思うので、ぜひ食べてみてくださいね。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。